安倍定事件。安倍定事件は、料亭の女中であった安倍定が昭和11年、1936年5月18日に、東京市荒川区小布の待合で、丈夫の男性を絞殺し、局部を包丁で切断し持ち去った事件である。軍国主義の閉塞感が漂うように突如降ってはいたエロスと猟奇性は庶民の関心を大いに引きつけ、マスコミは逮捕当時号外を発行するなど、事件発覚から裁判、刑務所送致まで連日取材合戦を繰り広げた。226事件、上野動物園黒豹脱走事件と合わせて、昭和11年の三大事件と呼ばれている。若き定が過ごした時代をざっと見ておく。明治38年、定0歳。日露戦争終結。明治42年、定4歳。伊藤博文暗殺。大正3年、定9歳。第一次世界大戦勃発。大正12年、定18歳。関東大震災。昭和6年、定26歳。満州事変。昭和7年、定27歳。515事件。昭和11年、定31歳。226事件。定が事件を起こしたのは、226事件のおよそ3ヶ月後である。10代の頃から東京、名古屋、大阪などで将棋、特殊演売などいわば風俗一筋で生きてきた定は、パトロンから小料理屋の出店を勧められ、主要目的で東京中野の料亭、吉田屋へ田中佳代の偽名で奉公に行く。この吉田屋の主が後の定の丈夫であり被害者の吉田吉蔵である。2月10日に住み込みで働き始め、その2ヶ月後の4月中旬に初めて関係を結んだ。二人の情事はわずか1ヶ月余りで終焉を迎えた。弱いログロナンセンスブームのただ中であった。ヌード写真を掲載した雑誌が出回り、歌謡曲は愛してちょうだいとストレートに歌い、舞台では女性ダンサーが太ももをあらわに踊った。いずれも発禁など処分を受けるがめげることなく、カフェは女給のいる喫茶店からを触り、個別交渉へと進化し、交渉制度も健在であった。社会主義運動の取り締まりの一方で、テロよりエロ、赤よりピンクが時代の花形へ上り詰めていた。しかし、軍事クーデターが相次ぎ、自由は急速にしぼんでいく。世界が大戦に向け加速し始めていた。そんな不穏な空気の中に、安倍定という一般人の突然変異的な性が噴出し、大衆の好奇心を刺激した。お定騒動が、エログロナンセンスの最後のヒット作だったとも言われている。この事件の裁判長を務めた東京地方裁判所の細谷慶次郎もまた予審調書を読み、性的興奮を覚えたという。法廷で冷静な判断を下すため、自身の妻、陪席判事たちの妻の生理の時期を推測し、生理と重ならぬよう公判期日を定めたという嘘のような本当の話がある。予審調書が細谷の手に届く頃には多くの職員に回し読みされ、調書は手垢にまみれていた。細谷はこの調書を細谷の許可なく閲覧することを禁じた。しかし、厳重に管理されたはずの調書は何者かによって流出し、市中に静かに流布した。夫婦全財で知られる作家の小田作之助は戦時中、行きつけの天ぷら屋の主人からこの地下出版物を入手した。主人は調書を油紙で包み金庫に保管していた。小田は定の供述内容について、次のように綴っている。石田と二人で常知の限りを尽くした待合での数日を述べているくだりは必要以上にビニールさえを穿ち、まるで露出狂かと思われるくらいであった。その陳述はどんな自然主義派の作家も達し得なかったリアリズムに徹しているのではなかろうか。そしてまた、虚飾と嘘の一つもない陳述はどんな私小説もこれほどの告白をあえてしたことはかつてあるまいと思われるくらいであった。本当に文学のようであった。定逮捕からおよそ7ヶ月後、判決を伝える新聞は、次のように報じた。お定事件はまさに近世犯罪史上稀に見る事件だ。殺人という罪科ではあるが、残忍、残虐という考えが湧かないところに特徴がある。それは吉蔵と定の二人が農園の限りなき上智極地を尽くし、その陥落の後に来た哀愁と悲しみとの赤量の結論が殺人となっただけに、残忍さが消えたのであろう。死体損壊もグロみとかなく、吉蔵に対する愛着と仕事恋しさとの現れから切断所持していたという、ちょっとユーモアな感じすらする点が十分あるだけに、誠に朗らかに話題を投げ与えていた。この新聞の解説は世論の声を代表するものでもあったというのが、厚生事件を扱った複数のメディアの評価だが、果たして安倍定事件は残忍な殺人事件だったのか、変態的猟奇事件か、それともユーモアさえ感じられる朗らかな話題だったのか。調書の中の定が読み進める人それぞれに答えを示すだろう。なお、供述内容には時代特有の固有名詞が数多く登場する。都度、解説を加えるが東方のリサーチ能力を超える単語についてはスルーした。人名、店名など読み方不明のものは当時の空気を壊さぬようそれっぽく読んだつもりだが、間違いの場合はご容赦願いたい。調書内の句読点、改良は東方によるものである。検事より被告に対し、かような事実につき殺人及び死体損壊被告事件として予審請求になっているが、この事実に対して何か陳述することがあるか。
お読みの通り事実相違ありませぬ。どうして吉蔵を殺す気になったか。私はあの人が好きでたまらず自分で独占したいと思い詰めた末、あの人は私と夫婦でないからあの人が生きていれば他の女に触れることになるでしょう。殺してしまえば他の女が指一本触れなくなりますから殺してしまったのです。吉蔵も被告を好いていたのか。やはり好いておりましたが、天秤にかければ四分六分で私の方が余計に好いておりました。石田は四十、家庭は家庭、お前はお前だ。家庭には子供が二人もあるのだし、俺は年も年だから、今さらお前と駆け落ちするわけにもいかない。お前にはどんな貧乏たらしい家でも持たせて、待合でも開かせて末永く楽しもう、と言っておりました。しかし私はそんな生ぬるいことでは、私は我慢ができなかったのです。待合、会合、遊興等の場を提供する貸席業で貸座敷とも言う。料亭と違い料理は作らず、客から注文が入れば仕出し屋などから取り寄せた。大勢や師匠を呼ぶ場として使われることから風俗営業の取り締まり対象であったが、政治家が会合に使う店もあり、待合政治という言葉が生まれた。石田がそれほど好きなら、なぜ心中する相談を持ちかけなかったか。石田は始終私を目かけにするというようなことを言い、冗談にも死ぬなど言ったことはありましたが、実際は二人で心中する気持ちなど全然なかったし、私は石田の家の様子を知っておりましたから、心中することは考えてもみませんでした。石田を殺す晩も、死んでくれとは言わなかったか。全然さようなことは言いませんでした。その晩石田は被告に殺されることを予期していた様子があったか。予期していなかったと思います。もっとも18日の午前1時頃、石田が私に、お前は俺が眠ったらまた閉めるのだろうね。閉めるなら途中で手を離すなよ。閉められる時はわからないが離すと苦しいからね。と言いましたが、それは冗談に言ったのだと思っています。それはなぜか。それは以前、石田の首を絞めながら関係をすると感じが良いと話したことがありましたが、5月16日の晩、私が石田の上に乗り、初めは手で石田の喉を押すようにして関係しましたが、手では少しも感じが出ないから、私の腰紐を石田の首に巻き、私がそれを締めたり緩めたりして関係しているうち、下のところばかり見ていたため、力が入りすぎ、石田が、とうなり、局部が急に小さくなったので、私は驚いて紐を離しましたが、そのため石田の顔が赤くなって治らないので、翌日まで水で顔を冷やしておりました。そんなことがあったため、18日の午前1時ごろ、石田が眠るとき、私に先ほどのように締めるなら途中で話すななど言ったのですが、私はそう言われた瞬間、自分に殺されても恨まないというのかなと考えました。私が同時に、その時私は、と言って笑っていたのだし、石田も私の顔を覗き込んで笑いながらそう言ったのであり、また死ぬ気なら私に殺してくれというはずですから、冗談に言っただろうと思いました。それですから、その後30分くらい石田の眠っているそばに眠っていましたが、石田には殺すということを言わなかったのです。それに石田は、私の体が弱そうに見えるため肺病だと思っており、四十、おかよ、俺はお前のためならいつでも死ぬよ、などと言っておりましたが、無論皆冗談事でありましたから、その晩石田が私に言ったことも冗談だと思ったのです。なお、私が殺すつもりで、最初は私が静かに石田の首を絞めるとき、おかよ、と言って私に抱きつくようにしましたから、殺されるなどとは考えてもおらず、びっくりしたのではないかと思いましたが、私は紐を緩めず、心の中で堪忍してと思いながら、そのままキューと紐を締めたのです。前科はないか。ありません。警察署で調べを受けたことはないか。4度ほどあります。一度は16歳の時、女中暴行中、無断でお嬢さんの着物や指輪を身につけ、活動を身に出たため、次に21歳の時、購買芸妓の三味線のバチを5、6個と着せる1本を盗んで入室したため、次は26歳の時、将棋奉公中、客の金100円取ったため、次は28歳の頃、大阪で花札や麻雀賭博をしたため警察でお調べを受けましたが、許していただきました。活動。活動写真の役。活動写真は幻灯機の故障であったが、後に映画を襲う故障するようになった。自動幻画、自動写真とも呼ばれた。
学校はどこまで行ったか。東京神田尋常小学校を卒業してから、家庭に先生及び習字を少し習いました。親兄弟は？父は安倍金吉、母は勝と言いますが、母は昭和8年1月に、父は昭和9年1月に、どちらも75歳で病死しました。兄弟は7人あり、私は4女の末子で、そのうち2番目と3番目の兄は私が10歳ぐらいの時亡くなり、1番目の姉は生まれてすぐ亡くなりましたから、現在残っている兄弟は長男、慎太郎等50年、次女今男等49年、三女辰巳照子等38年と、私の4人です。現在兄慎太郎は横浜で畳屋をしており、姉徳は今尾聖太郎の妻で、聖太郎は元埼玉県入間郡坂戸町で運送屋をしておりましたが辞めて、昨年頃から東京の荏原区上新明町に住み、雑貨の行商をしております。健康はどうか？弱そうに見えますが体は丈夫であります。名古屋で将棋をしていた23歳の時、梅毒にかかって注射を10本してもらい、その後梅毒の症状はありませんでしたが、昨年10月頃手などに腫れ物ができたので、草津温泉に湯治に行き、治りました。本年1月医者の診察を受けたるところ、梅毒第3期だと言われました。私の梅毒は外に出ないものと見えます。24歳の時に腸チフスにかかりましたが、それが治ってからはずっと丈夫になりました。やはり夏頃エボジで2ヶ月ばかり入院したことがあります。月経は順調か？私は16歳の暮れから月経がありましたが、いつも順調で4日間ぐらいで済みます。月経の時は少し頭痛がしてイライラしますが、寝るほどではありません。親兄弟や親戚に精神病者はないか？ありません。親はどちらも老衰のため病死し、二人の兄が亡くなったのは脚気昇進や腸チフスのためです。他の兄弟は現在は皆丈夫で、親戚にも精神病の人はありません。被告が育った当時家庭の様子はどうであったか？私は神田で生まれたのですが、兄慎太郎は嫁をもらっており、姉徳は嫁ぎ、次の姉照子は年頃でまだ家庭におりました。私が育った頃は家が一番優勢な頃で、家には職人が6人ぐらいおり、忙しい時は10人も15人も職人を雇って畳屋をして裕福だったし、私は末っ子でしたから両親に大変可愛がられました。母は派手好きで見え坊でしたから、小学校2年くらいの頃から私に三味線を習わせ、綺麗にしては連れて歩いたので、勉強はよくできなくなり、自然嫌いになり、学校の先生からお稽古なんかやめなさいと言われましたが、小学校在学中ずっとお稽古に身を入れてしまいました。学校を卒業して後1年くらい裁縫のお稽古に通ったり、先生を家に呼んでお習字を習ったりしましたが、家に大勢職人がいていろいろの話を聞かされるため、10歳ぐらいの頃から男が女とすることなどを知り、自然ませておりました。それに兄慎太郎は少し道楽者で、私の15歳ぐらいの時かたぎの姉さんを出してしまい、それまで外に囲っていた水商売の女を家に入れましたが、ちょうどその頃家の職人を照子姉さんの婿養子にしたため、慎太郎兄さんが照子姉さんに家を相続させるのではないかと思い、嫁さんと一緒に若夫婦をいじめ、母は照子姉さんに味方し、毎日家の中がごたごたしておりました。両親は家が揉めるので私に見せてはためにならぬと思ったらしく、毎日表で遊んでこいというので、私は良いことにして毎日、お友達の家などへ遊びに行って自然外が好きになりました。被告はその頃から全治不良の仲間入りをしたか？さようではありません。その頃はどちらかといえば硬すぎるくらい真面目な考えを持っておったのですが、15歳の時を友達の家で学生に勧誘されてからがらりと気持ちが変わって不良となり、浅草で遊び暮らすようになったのです。その経緯は？その頃毎日のようにお友達の福田奈美子さん宅へ遊びに行き、私が15歳の夏の頃でしたが、そこに遊びに来た福田さんの兄さんの友達の桜木健という慶応の学生と知り合いました。私は割合ませていたので懇意になり、二人がその2階でふざけているうち、その学生に関係されてしまいました。その時大変痛みがあり2日くらい出血したので私は驚いたし、これで自分は娘で亡くなったのかと思うとなんだか恐ろしくなって、どうしても母に話さずにはいられない気持ちになりそのことを母に話し、その後その学生と福田さんの家で会ったので二人が散歩に出た時、学生に自分は母にこの間のことを話したのだがあなたも親に話してくださいと言ったところ、
その学生はその後福田さんの家に寄りつかなかったので、母がその学生の家に行ってくれました。相談に乗ってくれなかったのでそのまま泣き寝入りになってしまいました。当時その学生と夫婦になろうというほどの気持ちがあったわけではありませんが、からかわれたと思うと悔しくてたまらず、もう自分は処女ではないと思うとこのようにことを隠して嫁に行くのは嫌だし、これを話してお嫁に行くのはなお嫌だし、もう嫁には行けないのだ、どうしようかしらとまで思い詰め、とてもやけくそになってしまいました。母は私のイライラしている様子を見て、お前さえ黙っていればわからないことだし、お前の知らないことを男がしたのだからなんでもない、と慰めてくれた衣装ごとを買ってくれたりなどして、前より一層可愛がられれば可愛がられるほど尺に触るような気持ちになり、ある日どこかへ行って遊んでこようと思い、家の金15円ほどそーっと持ち出しました。その頃私の近所には不良がたくさんいたり、私の姿を見るとなんとか声をかけてからかいましたが、それまでは振り向きもしませんでした。ところがその時は私は不良に声をかけ、今日は気分が悪いから面白いところへ連れて行ってくれと言うと、2、3人ついてきたので一緒に浅草へ行き、晩まで1日遊び暮らし、帰る時金を持ち帰ると悪いと思ったから皆に全部分けてやりました。ちょうどてるこ姉さん夫婦が家出した頃で、家の中がゴテゴテしていた頃であったため、親たちは別段私のことを気に留めず、母から随分遅かったねと言われたので、上野の山に行ってきたと言っておりました。金を持ち出しては遊びに行き、不良仲間におごって使ったり小遣いをくれたりすると、みんなからさーちゃんさーちゃんと騒がれるので面白くてたまらず、親があまり小言を言わないので良いことにしてだんだん増長してしまい、朝は起こされてもなかなか起きず寝坊をし、起きると2階までお膳を運ばせ、ご飯が済むとすぐ着物を着替えては浅草へ遊びに出かけ、三間共通の金融館などで1日遊び暮らしては、夜9時頃でなければ帰りませんでした。ある時などは金を一つ紙持ち出して外へ出てから勘定すると60円あったので恐ろしくて震え上がり、返そうと思い戻りましたが、家に職人が大勢いたためそのまま返さず使ってしまったことがありました。金融館。金融館はかつて浅草に存在した娯楽施設である。映画の上演、オペラ、演劇等の興行を行っていた。同じ経営母体の時技、東京クラブと連絡通路で結ばれ、10銭ないし20銭の三間共通券で1日過ごすことができた。金融館は戦後、浅草ロキシー映画劇場に改称。1911年開業、1991年閉鎖。60円。佐田が浅草で遊び歩いた大正末期は、大卒サラリーマンの初任給が50円から60円であったという。親の財布から20万円ほどパクった女子中高生が新宿歌舞伎町で合流している、といった感である。そのようにして1年くらい不良仲間に入って暮らしましたが、てるこ姉さんは家出してから亭主と別れてしまい、家に戻っているうち、近所の職人を丈夫に持つような不良義なことがあり、私もそれを知っていたので、親たちが私を叱ると私が、姉さんだって、というものですから、親は黙っておりました。それに今考えてみると父は外出がちであったし、例えば外で私が晴れ着姿で遊びに出るところを見ても知らぬ顔をするという可愛がり方でありましたから、ますます増長したと思います。それでもたまには父が怒って、2階の私の寝間の入り口の戸を釘付けにしたり、晴れ衣を風呂敷に包み物置へ投げ込んだりしましたが、私は隣のおばさんを呼んで窓から屋根伝いに外出したり、職人に着物を取り出させたりしてやはり遊びに出かけておりました。私の不良仲間は男が10人ぐらい、女が2人くらいあり、大抵は浅草で待っている。小遣いを皆にたかられながら良い気持ちで遊びましたが、性的関係はなく、ただ一夏鎌倉で遊んだ時、20歳ぐらいの男2人と一度関係しただけでした。その後被告が芸者になるまでの出来事は、私の16歳の4月、その頃てるこ姉さんの嫁の世話があった時、私が不良になったので呆れたためもあると思いますが、一面私が家におっては姉の不良席を口外してその妨げとなるのを恐れたらしく、母が私に今度姉さんの縁談があるから姉さんを片付けるためにはお前もおとなしくしていなければならないから駒遣いに行けと言われて、芝生ひじり坂の精神女学院の前のお屋敷に奉公に出され、お嬢さん付けの女中となりました。ところが今まで可愛がられ芳醇な生活をしていたため窮屈でたまらず、
その上を買ってでお食事をするという始末ですから情けなくなり、食事の度に涙が出て寂しくて寂しくて仕方がなく、浅草で遊んだことが忘れられず、奉公に来て一月くらい経った時、無断でお嬢さんの晴れ着や帯や指輪を身につけ、後で返せばよいと簡単に考えて浅草へ出かけてしまい、金融館へ入りました。するとそこで探しに来た姉に相連れ戻されたが、この時初めて警察に連れて行かれました。その後家におとなしくしておりましたが、私が17歳の春、兄の慎太郎夫婦が親の金を持って家出してしまったので、両親は先々を心配して畳屋を辞め神田の家を売り払い、特姉さんの嫁入り先である埼玉県坂戸町へ家を建て、親子三人で引き移りました。しかし父は田舎で商売をしていなかったから、私も仕事がなかったため、また三味線の稽古を始めましたが、やはりおとなしくしていられず、近所の男と懇意になり一度くらい関係したこともあり、時々散歩などしたので目につきました。それに一人で時々近所の洋食屋などに出かけたため、田舎のことですから私の噂がうるさくなったので、父はそれを見かねて怒り、そんな男好きなら将棋に打ってしまうと言い出しました。母や徳姉さんは心配して父をいさめたし、私も本当に恐ろしくなり3日も目を泣き晴らして父に謝ったものですが、父はどうしても承知せず、大正11年7月18歳の時、私を連れて横浜市前田町にいた桃園にあたる稲葉正竹方に行き、将棋にする世話を頼みました。私は連れて行かれる汽車の中で父と口を聞かず、どうせ日々の入った体だしこうなった以上はどうともなれ、もう決して親元へは帰らないと決心しました。ところがまだ年が足らなかったので将棋には慣れなかったから、稲葉方に一月ばかり世話になった後、稲葉から紹介屋に頼み、前借金300円で中区住吉町の芸儀屋はじみ野に抱えられ、都、と名乗りすぐ一本の芸者になりました。その頃私の家は東京に貸屋が5、6軒あったので、暮れしは楽であり金に困ったわけではありませんでしたから、私の前借金一部を稲葉の礼にして、他は私の支度に使い、私の小遣いにもしました。当時私は父を恨んでいたのですが、後から聞くと父は、一時男相手の商売をさせればすぐ嫌になり謝って帰るに違いないから、その時は迎えに行くと母や姉に言っていたそうです。芸者になった当時の感想はどうであったか。芸者になってみると私のように途中から入った中年芸者はどうしてもお釈上がりの芸者より芸がおとり釈になりがちだし、はじみのは一流の芸儀屋で万事が厳重であったし、私は前借金の一部を小遣いに持っていたので金には困りませんでしたが、それでも待合に行くと印売を勧められるので嫌な商売だと思いましたが、どうせ親に見捨てられた身だからなり行きに任せようとやけになり、働くより遊ぶことを考え、先の希望など全然持っておらず、いろいろの都合で方々住み替えながら芸者通いをしておりました。被告が各地を転々して芸者をした模様は、その話をするには私と稲葉正竹との関係を申し上げねばならぬのですが、稲葉は兄慎太郎の先妻の梅の姉、黒川花の亭主で、当時横浜で木彫業をして私方と交際していたので、稲葉は私が前から不良少女であることを知っていたものでありますから、私が一月ばかり同人方に世話になっていた時、無理やりに関係してしまいました。稲葉は口が上手で私はまだ世間知らずでしたから、稲葉にすっかり丸め込まれて、芸者になってからも仕事のいとまには稲葉方へ遊びに行っては関係を続け、稲葉は私が19歳の時、はじみのは嫌だと言うと神奈川区春木町、川重中、という芸者屋に住み替えさせてくれました。その時の前借金は600円で当時はそんなことに頓着ありませんでしたが、後で考えると稲葉にごまかされていたのです。川重中で芸者をしておりちょうど私が稲葉の家に遊びに来ていた時大震災に遭いました。稲葉の家では何も出さず全焼し、私も前借りがあって親元へ帰るわけにはいきませんから、稲葉の家を一時助けたり、前借りを返すためその年の10月、稲葉の家族全部と一緒に富山市に行き、清水町、平安楼、という芸儀屋に1000円以上前借りして住み替え、川重中へ返した残り、2、300円は稲葉に渡し、その金で稲葉は家を借り、平安楼の近所に住み、私は客のない時はいつも稲葉方へ行っており、やはり引き続き稲葉と情交がありました。その当時は、春子、という芸名で稼いでおりましたから、稲葉方の暮らし向きを一切私が引き受け小遣い全部を出しておりましたから、私の収入だけでは足らぬ生活の苦しさを見かねたものですから、
芸者仲間の三味線やキセルを盗んで入室し、50円くらいこしらえて稲葉に渡しました。それが大正13年私が21歳の時で、これがため警察へ挙げられたため、ここにはいられなくなり、その年の10月稲葉の家族と共に東京に引き上げ、芝区青月町31番地に家を借り、稲葉方と同居し半年ほどふらふら遊んでおりました。そのうち大連で芸者をしていた稲葉の家内黒川花のいとこが稲葉方に世話になったところ、稲葉はその女と関係をつけた上芸者に売ったのでゴテゴテしているのに、家内の黒川さんはそれを知って知らぬ顔をしておりましたから、私はこの時初めて稲葉夫婦は今まで自分を金箱のように考え、食い物にしていたのだということがわかり、この始末をつけるため大正14年5月新州飯田町の三河屋という芸妓屋に、やはり稲葉の連番で前借金1500円ぐらいで住み込み、静香と名乗って働きました。新州は皆、水天芸者で、お茶屋やお客もその頭で、券売もありましたから、場所柄私も水天したところ下流病にかかってしまいました。水天。金さえ手に入るなら誰とでも寝ること。花札の用語で、状況を水行き当たりばったりで札を出すことを水天ということから、水天芸者なる言葉が生まれた。券売。梅毒検査のこと。券、梅ともかく。イギリス人医師の提言で江戸幕府が慶応3年、1867年、横浜に券売と治療を行う病院、九梅院を設置。明治に入り券売法、行政執行法により交渉支障問わず検査が義務付けられた。1860年第2ロシア艦隊が長崎で行った券売が日本初とされる。下流病。性病のこと。遊郭などのいわゆる下流会で感染することが多かったため。私は券売まで受けて芸者をするならいっそ将棋になった方がマシだと思い、22歳の正月大阪市の飛田遊郭、五栄楼に住み替え将棋になり、源氏名をその丸と名乗って出ましたが、その時稲葉とは縁を切ってしまいました。五栄楼に住み替える話が決まった当時、母も私と稲葉との関係のあることを知っておりましたから、今後縁を切る話を母に話したいと思い、私に初めて芸者の口入れをしてくれた横浜にいる紹介業、海田さんという人に頼み、わざわざ母を新州の三河屋へ連れてきてもらいました。そして母にこれまでの稲葉との関係を話し縁を返してもらうことを頼み、護衛楼から2800円ぐらい前借りした金で、三河屋へ前借りを返し、今度は父の連番だけにしてもらい、母に、2、300円小遣いをやりました。私が親に小遣いをくれたのはこの時が初めてであります。それまで私は親を恨んでおりましたが、気を取り直し母には前借金も増えたし、もうここまで落ちてしまったのだから今更どうなるものでないから、今後私のわがままは堪忍してくださいと謝ってもらいました。被告が将棋をしていた時の出来事は、五栄楼は当時大阪で一流の店だったし、私も売れて三枚とはくだらず可愛がられておりました。その頃から私は客を相手にするのが嫌でありませんでしたから、五栄楼では面白く働きました。一年くらい経った頃、ある会社員の客が私を落席してくれることになりましたところ、その人の部下も私の客であることが分かったため、落席の話はダメになり、客から堪忍してくれと言われ金をもらったことがありました。それで少し腐っているところへ紹介屋におだてられたので、翌年早々23歳の時、名古屋市西区羽衣町の徳栄楼に前借2600円ぐらいで住み替えました。ここに移る時はその抱え主は丸ぼちゃの可愛らしい女を希望していたところ、私は面長でどちらかといえば電報肌の女であります。落石。芸者や将棋などの身の代金、前借金を客が抱え主に払い、家業から身を引かせること。身受けとも言う。電報肌。粗暴な気質。異性の良いのを好む性質。特に、女性を指して言う。紹介屋からぜひ抱えてくれと頼まれて抱えることになったらしく、当時私はその事情を知らなかったのですから、抱え主が内儀さんに仕方なく抱えたんだ、ななどは何でも良いと話していることを耳にしたので、その事情を知ったのです。私は抱え主が気に入らぬのなら気に入らせてみせるという気になり、帝子という源氏名で一生懸命働きましたので、売れっ子になり可愛がられるようになりました。徳栄楼では2年間くらい働きましたから、この頃は思い出の多かった時代です。その頃は何でもウグイスのものを好んだため、主人は私を、赤星、
と悪口を言いましたが、私は遠慮なくボンボン言い、ある時は朴梅が逃げたいと相談を持ちかけたものですから、私は逃がしてやると言い自分の部屋の窓から外に出したところ、その朴梅は大きな化粧箱を持ち出したので、それが地に落ちた音で見つかってしまったことがありました。主人はそれでも普段は大して叱りませんでしたが、酒に酔うと私を、石星を呼べと言っては呼びつけて叱るようなことを言っておりました。それで負けておらずボンボン言ってやり返して、主人は私に負けてしまいました。それも半ば冗談のようにするので面白くもあり、またお内儀さんはとても良い人でした。また徳永楼も一流の店であったし客種も良かったのです。この頃母に会いたくなったと言うて、来てくれました。その時は商売を10日くらい休ませてもらいとても歓待し、帰る時も小遣いを80円くらいあり、母や姉の子供全部に土産物をどっさり買ってやり喜ばしました。稲葉が今度芸妓紹介業を始めたと言って手紙をくれましたが、交際はしないと言ってやりました。すると稲葉の娘がわざわざ遊びに来たので1週間くらい泊まらして土産を持たして帰らしたこともありまして、その後チブスを患ったりして商売がだんだん嫌になったので、どこかへ住み替えようとして無断店を出て大阪の世話になった紹介屋のところへ行ったところ、先方から通知があって徳永楼から使いが来て連れ戻され、抱え主はお前が逃げる方が得だ、稼ぎ高で借金を返してもらうより逃げればお前の親の家作を差し押さえて一度に取ると言ったので恐ろしくなり、相談づくで大阪の松島遊郭、都楼へ住み替え、東と名乗りました。確かその時の前借金は2000円ぐらいだったと思います。ところがその店は今までと違いずっと格が落ちるし客筋も悪かったのですぐ嫌になり、なんとかして自由廃業したいと思い、店へ来てから半月くらいしてからそこを逃げ出し、東京へ来てもと世話になった塚田という紹介屋の前の宿屋にいると、都楼から探しに来た使いの男に見つかり連れ戻され、無理やりに丹波笹山の大正楼に住み替えさせられ、オカルト名乗りました。それは私が26歳の冬のことで、大正楼は前よりもひどく玉の井の陰梅以下であり、何しろ寒い冬の晩でも外へ出て客を引っ張るような辛い務めをしなければならぬので、私はますます嫌になり半年くらいしたある夜、客を踏み台にして駆け落ちのようにして逃げ出したことがありましたが、失敗し連れ戻されてしまいました。そうしてそれから源氏名を行くよと変えました。私が逃げるため客の金100円を盗んだのもこの頃のことです。しかし監視が厳重でどうしても逃げられませんでした。ところがある時、表の大鍵が降りていながらかかっていないことに気がついたので、客を送り出した時わざと音をさせ鍵をかけないようにしておろし、店の者を安心させておきそっとそこを抜け出し、一番電車を待ってその日神戸まで逃げてしまい、それ以来将棋から足を洗ってしまいました。